創業明治32年手ぬぐいタオルを作り続けて120年、新生手ぬぐい問屋5代目が語るワンポイントアドバイス、これをですねしていきたいと思います。今日はですねこのタオルについてちょっとお話しさせていただきたいと思うんです。まあ、タオルっていうとね、よく一番よく目立つのがですね、まあ、ライブ会場コンサート会場なんかでこう掲げているタオルですよね。まあ、こういったタオルが多いと思います。マフラータイプのもので、これはね野球の関係ですけども、こういった感じで掲げる、ね、多色使いでしたらすごく目立ちます。アーティストさんもね、頑張ってねできるんじゃないかというところになりますけども、ね、そういったタオルがやっぱり多いと思うんですけども、まあ、こういったタオルインクジェットで作りますと本当数枚1枚からでも作ることができます。ただですねやっぱり生地が厚い分その分ね、やっぱり若干高くなるんですね。でそれに比べてですね、手ぬぐいっていう方法が実はあったりします。で、まあ、これは本染めなんですが、こういった、まあ、これでしたらね100枚ぐらいからになるんですけども、こういったもの、まあ、本染めでも20枚は作れますかね。あるいはこれはですねフルカラーで作ってますので、インクジェットで作られています。作られています。こういったものですね、グラデーションがねオレンジのところかかっているので、こういった表現されるのはやっぱりインクジェットだと思います。で染料でやってますので非常に柔らかくて手ぬぐいとしても使えるというものなんですね。でインクジェットなので多色使い、すごく目立ったものが作ることができます。ね、何万色っていうね色を調合できますので、こんな感じですね。ちょうどパソコンの画面で、作ったのと同じように仕上がってくる、こういったものがこのインクジェットプリントの特徴ですね。でタオルでもできますし、今の手ぬぐいでもできるんですが、生地自体のその面の使用量っていうのはそのタオルの方がよっぽど多いんでね、その分値段が若干安くなるっていうのがこのインクジェットの手ぬぐいの特徴です。で納期的にも早くできるっていうのがあります、ね、ですから、まあ、イベントなんかのグッズとかその時にはですね、まあ、タオルもいいんでしょうけど、タオルだいぶ飽きてきたなっていうことで手ぬぐいっていう、ね、お客さんも多数おられます。ですからね一度今までね、タオルしか作ったことがないっていうふうなお客様おられましたらですね、ぜひですねこの手ぬぐいも候補の一つにね挙げてほしいんですね。非常に喜ばれると思います。首にかけても使えますし、ハンカチとしても使えるっていうのがこの手ぬぐいの特徴です。ぜひね、一度考えてみてください。よろしくお願いいたします。